日本ハム2人目の外人はトニー・ブリューワー。まだシーズン前なんだけどね、なんか腰が痛くてね、仕事したくないんだよ。アメリカへ帰っちゃおうかなと言って本当に帰ってしまった。一試合も打たないで1億3000万円は、おい頼むよ。そして登場したのは日本ハム第3の外人、マイク・イースラー。ホームランったらこうやって打つんだよ。え、誰？ゴルフのスイングだって言ってんだ。ほんとよ、ホームランったらこうやって打つの見てて。ほらね、分かったでしょ彼女なんてね。自分から日本でやりたいと志願してきて、しかもこの成績、これはイースラー。